ルサーズフィットネスの吉山です。今日は背中の引き締めのエクササイズをご紹介します。どんな形かちょっと見てください。後ろ向きでやります。手を外側に返しながら肩甲骨を伸ばす。そこから下に手を伸ばす。こういった動きになります。今のを実際には床に寝た状態でやっていきます。お腹をすべて、ここがスタートです。手を開きながら返します。ここから下に引っ張られるような感じで少し引っ張ります。もう一回いきます。こういった形の種目になります。イメージはお腹の部分はまっすぐで胸の骨が動くようなイメージです。なので起き上がるときに腰が支点になって上がってこないでしょう。また顎が上がってしまうと同様に腰に来やすくなってしまうので目線は下を見たままやってみてください。5回だけ皆さん一緒にやってみましょう。うつ伏せに寝てセットします。では手を開きながら肩甲骨を寄せて下に引っ張ります。1 2、はい、お疲れ様です。5回だけでもしっかり絞ってやると結構きつくなかったですか？うまくできていれば肩甲骨の内側のところに、すごい使ったなという感じがあると思います。逆にこの辺だけ疲れてしまったという方はいらっしゃいませんか？体の中心のところが使えないで手だけを使ってしまうと、もしかしたらこの辺だけが使える感覚になってしまうかもしれないので、ぜひ中心部分から肩甲骨動かすという動きを練習してみてください。回数それほど多くなくていいので、少ない回数でもいいのでしっかりとした動きをぜひ練習してみてください。